ライバーの時はね、いい生活してたんですけど、ね<え>嘘ついたら一千万円とか書く人自体がちょっと信用できない。これめっちゃ暗い話していいですか？不審などうなんですか？タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。ではどうぞ。 今宵志願者の椅子に座るのは各界で名を馳せるあの男いかなる野望を胸にこの場に挑むのか今宵もタイガーファンディングの面々が鋭く目を光らせるではまずお名前をどうぞ飯田裕樹と申します30歳で住まいは東京都最終学歴は大学中退で現在の職業は 会社を辞め、新しい会社を設立したばかりの代表取締役をしております今回の希望金額と出資形態を教えてください4,000万円ですなんですが条件付きの4,000万円になりますはいじゃあそれは後でまた詳しく聞きましょうはい出資形態は投資でよろしいですかはい投資でわかりましたあなたが思い描く未来の姿はリンゴを作り因縁を解決したい では今回はオールイン新しい未来をつかみ取れキャッチアバンド青汁王子ともめてた飯田さん18の頃に僕医療系の大学を目指してたんですけどあの生放送と YouTube 当時でいうですねあの生放ラジオですねそういったところに魅了されましてその世界に全力を出そうと思って大学を中退しなんだかんだ12年ですかね12年ずっとその仕事をしてまいりました。 しかしガーシーチャンネルにさらされ、まあ、作ってきた会社を辞めて今新しい会社を立ち上げて新規事業をどん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 今やっているという状況でございますでは授業プランまず簡単にお話しくださいはいリンゴを作って全国の因縁を解決しそれを IP 化したいこれが今回のビジョンでございます はいということでいらっしゃいますで冒頭にですね4,000万円ただし条件付きっていう話がありました、えー、とこれ僕の方から説明してもいいですかねはい、はいえー、と今回ですねオールアナッシングではなくてオールイン形式でいきます要は共感できるなと思ったらお金を積んでいただきたいんですがこれ一応一口100万円ということであのお願いしたいので、えー、と5人いらっしゃいますから4,000万円ということは最大40口ですね でえっ、ー、とまあ判断を教えていただきたいんですが、えー、それがもし仮に一つ例を出すとえっ、ー、と1,500万までしか積み上がらなかったと2,500万残るじゃないですかで2,500万がないとこの事業多分始まらないのでそれは飯田さんが責任を持ってどこかから資金調達をしてきますとでそれを証明して皆さんにお見せして確かに4,000万までこれ集まるなという判断ができた時に条件がクリアされて皆さんが投資された 一口、二口、三口っていうお金が、そこから実際に実行されて、振り込まれるという判断で、お願いしたいということですので、よろしくお願いします。これ、あれですよね。DJ 社長とのコラボ企画のね、僕の生放送の回で出ていただいて、その案がさらにブラッシュアップされてきたっていう感じですかね。さようでございます。その時は、ンカフェでしたよね。はい。それが、今回は因縁という名前に変更されましたんですね。うーん なんかバン中村さんも最近なんか同じようなことやってますよね。はい、有名なね、ブレイキングダウンから始まりなんかこういう素人同士の争いみたいなのをなんかやっていくみたいなの、ね、まあ確かに再生数はそういう伸びてるなって印象あるんですけど。は三、い、番線時間がちょっとありますけど。あの既存のまあバン中村さんがやられてるようなやつですとか、まあそれこそあのブレイキングダウンさんは強い人を集めて、あるいはちょっとかきがる人を集めて。 まあ因縁を作るところから始めるんですけど格闘技経験素人がなんか因縁を持っているツイッター上で喧嘩しているですとか SNS 時代ですので、まあ、そういった因縁を持った人それこそホスト同士の身内のもめ事近いドル同士のもめ事そういったところを解決するリングとなってますので、まあ、ピラミッドでいうとマーケット的にはもう別のものだと考えてます、はい、それった果たし合いってやつがあるんじゃないですか果たし合いももちろんあるんですけど果たし合いに関しては、まあ、どっちかというと工業中心でやっているんですけど まあこちらに関してはコンテンツと,あと場所ですね、そういったところでまあ月に8回ほどの講義を考えてますので、まあ、非常に IP 化に関してはまあ後発でも勝てるんじゃないかなと思ってます。すま IP 化って何で、すかあの、まあ、因縁というところに出たいという人が集まって、で因縁というフォーマットで番組をやって、まあ、それに対してファンあの、いわゆるサブスクであったりですとか、ペーパービューであったりですとか、そういったところであのマネータイズをしていきたいなと思っております何の略語ですか、IP って。 IP ってちょっと確かに超有名 IP だね略語ちょっとわからないですけどまあいわゆるドラえもんみたいなですねいわゆるドラえもんみたいな感じ因縁というまあいわゆる商標が有名になってそれをそれのグッズ化ですとかそういったところで知的財産はいそうですねはい。そうなんですね IPIP アドレスの IP なの違うか林さんはいあのちょうど僕が DJ 社長の林さんのね あの時に司会やったじゃないですか。はい、そうですね、えーあの。視聴者の方が多分み見てない方もいらっしゃると思うので、ちょっと林さんの口からあの時がどうだったってことをちょっとお伝えいただいていいですかどんなプランだったのかが。そうですね。その当時はケンカフェというプランで、えー、まあ、いろいろ揉めるけれども、格闘技で結論つけようよと。揉めたらケンカフェ出て戦って、 解決すると、そのネット上で言い合いするといろんな人を巻き込んでしまうから、当人同士で喧嘩して決めるのが一番いいんじゃないかと。というプランでしたね。はい、それをやったら面白いんじゃないかと。ね、みんなも見に来るし、なかなかリングが不足してるみたいな、そんなことでしたよね。そ,ううそんなプランあのにレベゼンのにレゼっていうフォーマットの中ですね。そんてプラ結果 林さんを含めた3人の虎の結論ってどいくらで林社長が500万出していただいて<ー>であの社長と銀太君がゼロだったんですけどまあその後まあなんとですねこれがまあ一番のブラッシュアップだと思うんですけどあのレペゼン地球がですねあのこの因縁に協力していただくということであのな,ってな,なりましたあのあとでまあ DJ 社長もともとんか似たようなことをですね、まあ、炎上万博というのをやってましてでそれと組み合わせたら面白いんじゃないかと。 あのあの時の希望金額って1000万だったんだっけはいで、林さんの500万だけだったんで、結論はナッシングだったんですよね。そうで,すでなんか僕の方で、えじゃあ、令和の空にの志願者に出たらみたいな話でしましたっけ、はい、そうですよね。ですよね、はいス。スカウトしたんですね。そうです。はい、しかし、その時は1000万だったけど今回は作るのに4000万か,かかるようになっちゃったんですね。 学生企業から快進撃、フランチャイズで全国制覇を果たした実績とノウハウを武器に虎の子のビジネス拡大を支えるサービスですよフランチャイズの王が志願者に試練を与え物語を新しい未来へと導く今回は作るのに4000万かかるようになっちゃったんです前回は一応あの必要経費が2000万円で他をクラウドファンディングで集めるという形態だったんですが今回4000万の必要金額になった経緯がですねまあレペデン地球があの、まあ。のま やってくれるっていうところであの内装もきちんとしようとかそういったところで、まあ、内装費が主にかかってしまっていた要因なんですけど、まあ、そういったところで考えてますねさっきからレペゼン地球っておっしゃるのあすみませんレペゼンホー,、ね、ークスさんです申し訳ないですはい、はい すみ、ね、ません、昔から付き合いなもんで、申し訳ないです確かにしっかり作ったら4000万ぐらいかかりますよね、前回2000万だと、どうやってリングとか作るんだろうなとは思ったんで、ちゃんと綺麗なところですごそうなところだったら4000万ぐらいかかるかもしれないですね、おっしゃる通りです、場所はどこを考えられてますか今、新宿で考えているんですが、<ー>まあもちろんあの物件探しがこれからの一番の大タスクになるとは思うんですが、すよこれね、何坪ですか。 あの五十か六十を考えてます。一番ないです。そうですよね。一番ないですか。一番ない。詳しいですよね。もううちもあの拡大点したいんで、探してますけど。もう今ホストクラブがすごい売上も上がってるんで、もう争奪戦になっちゃってて。五十坪六十坪。以上は。 ないんですよそうですすよよそうねだから新宿フェイスとかでやるんだったらいいですけどでもそれだと定期開催ででできないすすもんね、はい、おっしゃるり50から60坪で、まあ、バーみたいなとこ居抜きでっていう理想プランが当時あったんですけど池袋には結構あったんですねなんで新宿にもあるんじゃないかと思ってやってたんですけど多分ないっす。な,っすなんでゼロからやるスケルトンから内装費をつけてやるとなると。 まこまくらいかかってしまうのかなというところで予算が上がってしまってるっていい。もっとかかりますよね、多分ね。物件取得で3000万ぐらいかかるかもしれないですよね。そうですね。まあ、ちょっと取得も含めての金額だとそうかもしれないんですが、まあそは、で内装作ってですもんね、はい。まあ、もちろん新宿という土地柄がベストであるんですけど、まあ、それが渋谷になったからロポになったからというところで、まあ、基本的な集客とかコンセプトは変わらないと思ってます。確かに。ね、はい。そこは流動的に考えてます。で、このセカンドフェーズのマネタイズっていうところは。 えー、実際かかるんですかこれ初期投資をどれぐらいで回収できる算段なんでしょうか初期投資は1年から1年半ぐらいで考えてましてあの初期投資の分ですねあの、まあ、1口 2%500、まあ、万で10%ほど利益からお返ししようと思ってますで返した後はその半分の、まあ、1%という形で株という状態で持っていただく、まあ、権利を持っていただくということで考えてます なんかすごい僕あのプロの格闘技も含めて好きなの前提なんですけどこれめっちゃ暗い話していいですか歌舞伎町ホスト界のウォルト・ディズニーニュージェネレーショングループオーナー桑田竜星年商14億緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使しホスト2.0時代を牽引アジアの不夜城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思う これめっちゃ暗いいい話していいですかもし今の「ブレイキングダウン」とかバン中村さんの「ケンガバトルロワイヤル」とかで人死んんだらどうなんですかねそれは僕も真っ先に思い浮かんだことなんですが、まあ、今回ちょっとゲスト2人お呼びしてるんですがちょっとどのタイミングでやろうかっていうのはちょっと悩んでるんですけど、はい、まあ格闘技経験が非常にある方を監修につけていたりとかホームチェックで安全面はすごく考慮してやろうかなと思っております。 もちろんなくなるとかそういったところは非常に、まあ、もちろん万全な対策はするんですが、まあ、主催者が全力で安全面を考慮して、まあ、そういったところもアピールしていき運用していこうと思ってますので。なるほどね、はい その中で出たた何か援助とみたいなところはなんか、まあ、僕らね一応令和の虎っていうか、まあ、社長もやってるからなんかぶっちゃけね、まあ、そこれに関わってリスクもあるかもしれないとかねやっぱ一応考えちゃう部分は絶対あると思うんですよね一旦あの今話が出たんでちょっとゲスト呼んでみましょうかね,うねはい、はい、お待ちくださいありがとうございますはいお連れしました失礼します めっちゃ元悪い人来たじゃん <laughs> ちょっと今格闘技の話題が出たのでちょっとお呼びしましたはい、はい、あの改めましてメガネ社長とみっくんですよろしくお願いします <laughs> よろしくお願いします,んですけど あの有名な方々ですか。じゃブレイキングダウンでメガネ社長はもうメガネ社長レペゼンのトラで僕の会の時出てくるあそうなんですかはい完全オールいただきましてあらありがとういまめっちゃつえ元悪い人です足立区で知らぬ人はいないとほうえ今こんな真面目そうに見えてお前イモだろうって言われてましたからねでメガネ社長っておっしゃるってことは何かの社長さんなんですかそうですねもう5年ぐらい経営やってましてはい人材サービスの会社をやってますはいこちらはあ僕と 僕も一応ブレイキングダウン出してもらって、えっと、みっくんって言うんですけど今あと美容サロンっていって、えっと、フィットネスと針と整体をやってるサロンをやってますお願いします僕めっちゃびっくりしてます今日みっくんに格闘技を教えてもらったばっかですけです、ね、2時間前に会いましたあなんかトレーニング行くっ, <laughs>、はい、っ,って言ってたのがえみっくんさん今日教わってきてあれ出てきたみたいな <laughs> みっくんあれみたいなえ聞いてなかった 師匠はいえだっ今教えてもらって週2ぐらいでトモハッピーガチでその「ブレイキングダウン」に出ようと思ってるんでしょ出たくて応募したただの応募者なんですけど、はい、あの応募した日からトレーニング開始してミックに教えてもらってますすいません口癖ありましたがちょっとご紹介を改めてはい、はい、あのまあこの2人がですね今回のプロジェクトに、まあ、賛同いただきまあいろいろ形あるんですけど、まあ、手伝っていただくということを約束していただいている2人でございます、はい、メガネ社長なんか一言あの そうですね、まあ、このプロジェクトの話聞いたときに、まあ、単純にあの、まあ、計画通りに行くなと直感で、まあ、プロジェクトに共鳴したというところがまず大きいですねあと僕自身協力できる部分でいうとホームページの制作もやってるんで、まあ、外注費用とかなしで、まあ、ボードメンバーとして関われば、まあ、少しはご支援できるかなというところであとはやはり僕たちブレイキングダウン出てたときに会場までですね結構出待ちが多くて。 僕にまで一般人の僕にまで写真撮ってくださいとか結構多いんですよだからあの、まあ、こういったフェイス・トゥ・フェイスで、まあ、会えるファイターに会えるリアルな場所っていうニーズはかなり高いんじゃないかなと思いましン君さんどうですか、はい、僕一応5歳から格闘技業界に関わらせてもらっているんですけど、まあ、いろんな有名選手だったりとか、まあ、アマチュアの選手もでまあアマチュアの興行とかも携わらせてもらったことあるんですけど。まあ、格闘家の現状でやっぱ お金がない方っていうかその知名度を得なきゃいけない状況になっててでも今その練習しながらその知名度を得るって結構難しい状況でそれでまあ、このこういう因縁があればその自分の知名度も得られるしまあその練習もできるし知名度を得る時間をその使うのが難しいんでやっぱ練習が大事なんでそこで働けたらめちゃくちゃそのブレイキングデュオのメンバーも YouTube やるけど。 その収入がユーチューブだけじゃ食っていけないとか、そういう人たちにめちゃくちゃいいと思います。今お二人からアピールありますけど、何か飯田さん他にお二人になんか頼みたいことありますか。あまあ、僕自身がまあ、インフルエンサーのマッチングっていうところと、まあ、それこそレペゼンチ系と一緒に頑張ろうとか。そういったところとか経営、そうですね。あ、そうですね。<laughs> そう、レペゼンフォックスさんと、あの、一緒に頑張ろうとか、そういった、まあ、経営のところが得意ではあるんですけど。まあ、格闘技っていうところですと、やっぱりちょっとにてさんって遅れるので、この二人に興味いただいたことは。かなり今回の事業の、あの、まあ。 いやいる進歩にななっっててのかなと思っております,います一応僕が質問したのはあの安全面の話なんですけどそのこ,うこういうなんか素人同士の喧嘩が一番僕怖いなと思っててなんかそれで人が死んじゃったらなんかそもそも企画王者になって,て閉店に追い込まれちゃうんじゃないみたいなのはどう思いますかまあ安全面は、まあ、そのやる選手同士でいろいろ話し合ってその合意の上で一番安全な形をとってってやれば、まあ、僕はそこはまあ自信あるんで。 一緒にやらせていただす、ねはいえー、ブレイキングダウンも結構ガチガチの,その作り込みというかやっぱストーリーあって、まあ、その試合が行われるから、まあ、見たいってなると思うんですけどブレイキングダウンさんとかって結構しっかりストーリーテラーみたいのって編集、まあ、演出さんみたいな入ってるですよねさすが入ってますね。 喧嘩よりもそっちが大事だと思うんですよね。そこでどんだけこの芋だろうがみたいのがあるからおもろいというか、そうですね。そうですよね。芋強いみたいになるじゃないですか。<laughs> だから、そこ、喧嘩よりもそっちなんちゃうかなはい、あの、おっしゃる通りでして、そこがまさに今回の因縁の狙いでして、タイトルにもある,あるように、例えば虎同士の因縁とかもあると思うんですね。そういったところって、実は日に日にどっかで起きてるんですよ。で、それを、 それが楽しいんですよねユーザーザはでそれを解決する場所として因縁があってそこにスポットライトを浴びる因縁というい切り抜きとかでも誰々の因縁みたいなの伸びるじゃないですかそこをスポットライトしてストーリーテラーとしてそれこそスポットライト浴びるというところを因縁のチャンネルとか SNS で上げようと思ってます例えば今思いつく限り誰が ねなんか青汁王子とやってましたけどはいそれこそ青汁王子さんとのも、はい、めちゃ伸びてますしたよね <laughs> ただタコ殴りされてただけ確かに、はい、そりゃね身長体重全然負けてるじゃんでもやっぱり本当に殴り合いして良かったなと思えますしそれこそトラでも因縁ある二人いると思うんですよあと実は例えばもうレペゼンフォックスのコムドットさんとかって実際どうなんだとか超おもろいなあ,<ー>あるわけですよねネットであるのそれはもうすごいねあと船かせつみたいなのを流れてたりとか あと誰かが生放送で悪口言ったとか、もうひ一日何件因縁があるかわかんないぐらいあるので、それを殴り合いで決めようという場所でございます。日本がを取り大丈夫です。あ、そうですね。ありがとうございます。なんかこんなことのためにお越しいただきました。それくらいコミットあるということで。今日あの高い飯をごおごってもらいました。ちょっといいり最後に最後に質問あるんですけど、どトモハッピーのあの腕はどうなんですか。 まあもう4回ぐらいですけど、<laughs> まあ僕教えるの本当にうまいんで自分よでもやるんですけど、はいはい、めちゃくちゃ強くなってます。<ー>えぇ、ー、<laughs> そうやってそのモチベを上げて伸ばしてくれる先生なんですよ、めっちゃ今手でルティかったよ。<laughs> <laughs> これ、選考会の前に流れてほしいね。楽しにですね、多分。次回で頑ってほしいですね。うん、<laughs> まあ、だから、因縁のファイターも教えてもらえるんで。そうですね。強くなると思うことです。あんまあ下手くそ同士だと、多分飽きちゃうと思うんで、ある程度うまい状態で排出するっていうのが。うん、な,るなるほど、なるほど。まあ、飯田さんはね、なんかね、人集める力は結構あると思うんですよね。うん。タイガーファンディングのドアを叩くのは、各界で名を馳せる男、飯田。 提案するのは因縁をぶつけ合う二人が一線を交えるリング。ブレイキングダウンで知られるミックンメガネ社長が背中を押すこのビジネス。虎た,たちは一体どう捉えるちょっと結構重要だなって思うところで、まだふわっとしてる部分があるんですけど、レペゼンフォックスさんって、 何をどれぐらい協力してくれることになってるんですか。はい、今それは契約書の雛形を D.J. 社長に渡していて、で、こと内訳いただいてます。LINE でエビデンスも、うん、あの実は印刷してます。はい。で、これから締結という形にはなるんですが、うん、あの基本的に二つです大きく分けて。一つは炎上万博という12月末に格闘技イベントを、あのレペデン地球のチャンネルでやります。 どうせ結構いくと思います。そのいわゆるクリエイティブを、ぜとか速報、告知をすべて因縁のチャンネル、SNS でやることですね。なんでスタートは結構フォロワーいくんじゃないかなと思っております。なんで炎上万博との提携、これがまず一つ目です。で、二つ目に関しては、レペゼン地球、あ、ごめんなさい、レペゼンフォックス、基本的に海外の活動であるので、実動というところでは、日本に帰ってくるとき、ちょっと写真撮るとかしかできないと思うんですけど、クリエイティブですね。レペゼンフォックスがホームページに、それこそクリエイティブとして使っていいですとか、 それこそバーの中でクリエイティブ使っていいとか、そういったところは許可を得ております。なんでアンバサダーみたいな感じですね。はい、じゃ、なんかブレイキングダウンにおける朝倉未来さんみたいにこうなんかオーディション的な場とか試合に必ずいたりとか、自身のチャンネルでイベントやファイターをこうバンバン出してくれるっていうことはないんですね。おっしゃる通りです。あの、今回のバーって60人ほどの収容人数ですので、まあ、レペゼンが出てっていうところは炎上万博にお任せして、それはレペンもちろん出ます。 なのでまあ場の方はあの、まあ、できる限りアンバサダーですよっていう形で考えてますチラッと見た感じでも渋谷アマそラクリニック院長ドラゴン細井美容外科医としてあまたの施術を担当 YouTubeSNS 戦略で事業を拡大し医学部受験塾メデュケイト塾長を務めるなどその活動は多岐にわたる志願者を晴れやかな空へと導く美の白龍がタイガーファンディングに舞い降りる まあ、ちらっと見た感じでもこれ今50坪で新宿で家賃120万って絶対ありえないと思うんでマイナス100万は食らうと思うんですよね営業利益なんで単純にこれちょっと多く見えてるかなって思っちゃうんですけど新宿がいいんですかねやっぱりねあのそうですね家賃に関してはちょっとあの実は本当にあいおっしゃる通りで空いてるところが1個あったんですけど、うん、あ,ったあったんですけどちょっと微妙だなみたいなちょっと奥まった地下みたいなところが1個あって<ー>そこが その値段だったんですよねからおっしゃる通りであのもっといいところってなると家賃ももうちょっと上がるのかなと思ってますですいません連続でしゃべっちゃって昨日実は行ってきたんですね似たようなところリングがあるバーみたいなでそこはちょっとまあ店の人に聞いたところ30坪ぐらいで30席ぐらいの,あの人数でした正直そこプラス個室ぐらいでも、まあ、運用できるかなと思ってるんですけど、まあ、そこは本当に一番のタスクになってくると思います今後。 エンタメプロレスみたいなのやってるとこ結構ありますよねそうですねちっちゃいプロレスみたいなのやってるところ、はい、ありますね今ちゃんと今そうですね運用してるのは多分そこともう一個ぐらいですね都内ではあリング付きカフェってことですか毎日因縁 どうしようを探すってことですね。月8回の興行で考えてます。あなるほど。それ以外はまあそもそも働いているのがファイターなので、あ<ー>まあその,そのファイターに会いに行くみたいな。おっしゃる通りです。増え方は取らないんですがあのまあコンセプトカフェみたいな感じの形態ですかね。ああ。リングの貸し出しとかもするんですか。します、ね。ファンがつくことですよね。何よりもね。おっしゃる通りです。で初速はレペゼンさんの力でなんとかまあフォロワーどれだけいくかちょっと測りかねるんですけどいくとは思うので知名度は少なくとも得れると思いますんで。 はい、なんかグラビアアイドル同士のプロレスとかやってほしいそういうのもどんどんやりたいと思ってます,違います、ね、それは <laughs> エロだね,ですよね遅い違うけど <laughs> <laughs> なんかそうリングあったらなんかいろいろ楽しめそうな<ー>おっしゃる通りです、はい、あの協力者のところに東郷さんという方がいるんですけど、まあ、その方はあの音楽イベントを含めて 1000, 1,000ぐらいイベント主催してて、まあ、格闘技イベントも新木場とかで500人ぐらいのキャパでやったりしてるんですけど まあそこは本当に素人同士のキャットファイトとかで500人ぐらい集客がありますんでそういった興行も試そうかなと思っておりますこのなんか工業のシリーズとかチャンネル名とかは因縁になると思うんですけどお店の名前も因縁なんですか、はい、それともンカフェとかなんですかババーー因因で考えてます うん、なるほどね4,000万じゃ作れなそうな気がしてくるけどなですねしっかりね作り込んでカメラとかもね一応もう機材としてセッティングしなきゃいけないですねそうですねあの機材とか、まあ、プロですので、まあ、一応外産で、まあ、150ぐらいで作れるような感じでやってます、うん、それはできると思います林さんが喧嘩嫌いだから全然しゃべんないねいやいや細井さんと桑田さんがずっとしゃべるからですよ <laughs> 僕はずっと待ってたんですよ <laughs> あ待、ま、ってどうぞどうぞ <laughs> どうぞど <laughs> <laughs> ややうぞど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 う 僕はやっぱり死んじゃうのはやっぱ怖いですよね。大丈夫だとは思いますけど、けどやっぱブレイキングダウンとかこのないですよね。こういうのつけてないですよ、ねそ。そうなんですよ。なんでこの因縁はどうします？そこはもう一番の懸念だと僕も思ってまして、えー、あのさっきミックもおっしゃった通り、えー、ブレイキングダウンってどんどんいわゆるファイトが強くなっていくんですね。えー、ファイターも強くなっていくんですよ。えー うちはそう,そうではなくて素人同士の因縁だったりとか素人が強くなっていくさも見せるのでそういった死亡事故みたいなのは少ないと思います僕出たら死んじゃいます、まあ、それ僕死なないかなそれに関してはあの大丈夫だろうはい配慮は3点ありまして<う>まずはマッチメイクあの林社長と朝倉未来は多分死ぬのでそれはしないです朝倉未来と友ハッピーさん 死ぬよねいや僕細い先生でも死ぬ気がしてて <laughs> いや誰でも死んじゃいますよ僕僕だけだたら。<laughs> うととと光くんだったら僕プロだから、うん、死なないようにできると思ってんだけどるんですよねだって首の骨折れるとかあるかもしれないですよね。そうですね格闘技、まあ、僕も極真ずっとやってるんですけどあえて棒立ちになって倒れるのが一番危なくて、うん、要するに。 ここの首系椎にすごい損傷の可能性があるのと、<う>あとは頭にもともと動脈瘤をお持ちの方っていうのがいるんですよ。<う>で、まあ当たり前ですけど、ボクシングやられる方とかは脳の CTMRI やっぱ取られるんで、<ー>それで選手生命絶たれる人もいますよね。<ー>爆弾抱えてるからって。だからそういう素人さん出ちゃって、パコーンって殴られて、ドカーンってなった時、血管破裂すると、まあ死にますね。医者の言うこと怖っ <laughs> マジで。<laughs> <今>だからめちゃくちゃ出したいし、 だからどうなんだろうお金出してたら責任が問われるんですかね何かあったらそれは普通に考えてないと思いますけどね,なるほどねそれは,ではないですからね、はい、中継とブレーキングダウンに比べて安全面でいうとヘッドギアはちょっと見え方が悪いんでする予定はないんですけど音数を上げたりとかそういったことで考えてますなるほど、ね、で3つ目に関してはレフェリーですとかそういったところは最重要事項だと考えてますのであの実は制作費結構取ったりしてるんですよね興行に対してのそれは専属でつけようと思ってます いわゆるるレフェリーー止める人ですねとあのドクター和田さんみたいな人ですよね <laughs> そうそうそうすあそこも東郷さん監修のもとはい専属でつけようと思っております補足事項その他補足事項のところでこうちょっと面白かったんですけど世界のセレブが酔いしれる街銀座の夜から虎が舞いより銀座高級クラブ 7A オーナーママ唐澤 7A 新時代の銀座を彩る SNS 戦略で莫大なフォロワー数を獲得その影響力はまさに夜のバタフライエフェクト果たして志願者たちは伝説のママまでも酔わせることができるのかちょっと面白かったんですけど一一ご希望があれば嘘をついたら1000万を渡すという契約書も来ますとかこ <laughs> れはどういったことなんですか <laughs> あの、まあ、僕一応、まあ会社を 10年近くまあ8年ぐらいやってたんですがまあある疑惑をあのちょっと契約上それは何も言えないんですけどまあ僕はこの事業受け取ったお金に関して、まあ、収支表にもあるとり先にお支払いする僕は10%で頑張るよっていう条件でやるというプラスどうしてもそれでも信じられないのであればそれを実は15%入れてる80%入れてるとかそういったことをもしお考えであれば。 もしそれがばれたり嘘ついたりっていうのがばれたら僕は1,000万円払いますという契約を任せていただくことは可能でございますというなんか言いだがどうしても信用できない僕のせいでこの事業がなくなってしまうのであればそういった契約も可能ですよという注意書きでございます。 いや1,000万持ってない人から1,000万も取れないからな一1,000万ギリありますあっホンギリですけどはいじゃあ令和の虎銀行に預けといてもらえますかね保証金としてありがとうございます飯田君確かに今本業何してるんですか僕は まあ本当ライバーの時はねいい生活してたんですけど<え>はい今何してるんですか今は五月から実は新しい会社を立ち上げてまあこれもまあ某チャンネルで言われちゃったんですけど一応粗利500万円ぐらいの会社をはい経営してます何やってるんですかあの同じようなインフルエンサーマーケティングとか企業の TikTok、うん、YouTube の 制作やってます。なんかね、青汁王子に一方的に言われてるイメージしかないから、ね、なんかすげえ詐欺師なんだと思ってたんですよ。ね、<laughs> めちゃくちゃ言われてたもんね。<laughs> そう言われてましたよね。えーうん、それは何も言えないですもんね、一応契約上、ね、そうですね、契約上言えないですね。はい。けど今回は頑張りますみたいな。はい。なるほど <laughs> <laughs> まああんなことされたら僕もちょっと困っちゃうんですけど、<laughs> 今回の件で。はい、<laughs> また王子が怒ったりしないですかね、これでね。 大丈夫だと思います若いしたのであやっぱ殴り合うと因縁で仲良くなりますねこれ格闘技がマジック・ザ・ギャザリングポケモンカードゲーム専門店ハレルヤ創業年商は60億円超え伝説のプロカードゲーマー YouTuber ーートモ・ハッピーが語る理念は商売をとことん楽しむホビー界のエヴァンジェリストは相手のライフを癒すのかあるいは強烈な一撃を叩き込むのか これ格闘技がなんか格闘技って格闘家のものだよねっていう状態から最近どんどん格闘技ってみんなのものだよねって言って素人がどんどん格闘技やりたくなってなんか鍛え出したりとかこういう YouTube の興行とか出出してるじゃないですか僕もその実際面白いなと思って僕も戦いたい鍛えたいと思ってエントリーしちゃったんですけどでこれは今の流れとしてはこう上向きだと思うんですけど今後この上向きが続いたり高い状態で維持されるんですかね 僕は供給量が今多すぎて需要が追いついてないと思ってるんですねいわゆるリングですねリングが追いついてない状況なので早く参入した方がいいんじゃないかって思って今回実は思いついたんですけど本当おっしゃる通りで参入消費高いようで低いんですよねファイターって根性があればいいか一発ギャグするより楽です僕レペデンチ球の動画出るのやっぱ怖いんですよすぐ滑るしだけど殴りは簡単でした正直言うと痛くて怪我するで終わりですもん だからちょっと価値観によりますけど、うん、とはいえ供給量が増えてるっていうのは事実ですのでじゃあっただ戦う場所を与えたらいいんじゃないのっていうね12年で言ったらそのシーソーのバランスが崩れてるんで、はいね、求められてる方をやれば儲かるかも分かんないですけどその先なんかこう生き続けられるのかなっていう飽きちゃうんじゃないかなみんな下手したらっていうのもありませんははいそれに関しての実は IP 化ちょっと言語が IP 化が正しいのかっていうところは置いといて、まあ、いわゆるそれで得た知名度ですとか信頼度あるいは出てくれたファイターの総フォロワー数みたいなところがどっかに流れちゃうんじゃないかっていうところとかどんどん縮小するんじゃないかっていうところなんですけど、まあ、チャンネル登録者数であったりとかフォロワー数であったりとか因縁っていう IP の知名度ですとかそういうところで資産化をすることが最終目標であるので、まあ、それに関してはむしろ今のうち知名度をつけちゃって IP 化したいなと思っております。 因縁映画化とかアニメ化とかもしかしたらできるかもしれないですね,なるほどね虎たちが懸念するのは素人同士の格闘につきまとう危険性最大限の注意を払うと話す飯田この議論がオールオアナッシングの鍵を握る物語は中盤戦へ思いついたのがすごいですね リライブシャツというシャツなんですがここまで岩井社長はいかがですか非常に頭の回転の速い方だなという風に感じていて株式会社モノレスジャパン代表岩井義明令和の虎チャンネル主催として日本屈指のビジネス系 YouTube チャンネルを育て上げる志願者の思いや人柄にベットするそのスタイルはまさに永遠の応援団長 志願者や虎、時に視聴者にまでも縦横無尽に放たれる魂の一括に今宵誰が打ち抜かれるのかまあ受け答えももう流暢で何かこうツッコミどころがないような気がしてかたやなんか今までの問題とかであのまあご本人も自分で言うようにもし嘘が発覚したら一0 0万みたいなことを言うのがどちらが本当なのかが。 よくまだぼ僕には見極められないような部分はありますでもちょっと怪しい,、ね、怪しい嘘ついたら1,000万円とか書く人自体がちょっと信用できないですよねいやこれってなんか <laughs> 嘘普通書かねえだろうってだからそうやって見られてるっていう時点でなんかちょっと怪しいですね,ねあの僕なんかそのさっきのね1,000万書くの怪しくなっちゃうなっていうのも感覚も分かるんですけどインターネットのいろんな声にさらされたら やっぱりそういう目で見られてるから自分はそこをなんか払拭できる何かないかなって考えちゃうのも結構分ありがとうございます。わかるんであのちょっと本線の話を聞きたいんですけど、はい、要は因縁があってストーリーはあるものの素人の雑魚が集まって戦うのがメインなんですよね。はい、要は、はい、それでなんかこれ e スポーツでもまあ、カードゲームでも他のスポーツでも格闘技でもいいんですけど素人が集まって 雑魚同士の戦いしてしかも同じ選手が繰り返し出るっていうのもあんまりないような興行シリーズで流行ってるものって果たし合いっていうのがあったりとかしていてでブレイキングダウン、はい、と鶏か卵かみたいな話だと僕は思ってまして、はい、ブレイキングダウンってを作るるオーディションがあるわけですよね、うん、それを僕は自然量産されてるよねっていう発想なので。 うん、まあそもそも因縁は興行になるということは僕は結構確信持ってますブレイキングダウンだとその繰り返し同じ選手が出てで新しい人がオーディションで吹っかけて新たな因縁ができてまたやっていくじゃないですか、はい、因縁ある2人が集まって戦って解散で次の試合出ないじゃないですかその人はまあ、はい。出る可能性もまあ,あるかもしれないですけど基本出ないですね確かに。 普段の就任の興行を見たい人、そんなにいるんかな、それって何かで成功事例あるんかなっていうのが。ちょっと気になっちゃって、全く分かんない素人。その喧嘩してるホスト二人の戦いとかを。誰がそんなに楽しめんのかなっていう。まあ、今マー,マーケット的に三つ分野。あのターゲットしてまして、それこそホスト同士、だったらホストのファン。 あとはそ,のそもそも因縁というコンテンツが好きな人あとはブレイキングダウンとかそういう格闘技みたいなのが好きな人この3つをターゲットにしてましてそもそも今目標人数って40人ぐらいなんですね工業の集客がまあ1人20人あたりあそれはケンカフェの話の時は良かったんですけど店舗、はい、の話なんで店舗で収支立てばいいと思うんですけど因縁のチャンネル工業を盛り上げて IP 化していってさまざまなマネタイズしていくってなるとメインコンテンツがなんか。 ブレイキングダウンさんと比べたらもちろんだしケンカバトルロワイヤルさんと比べてもなんか結構魅力ない説ないですかそうですねそれでいうと炎上万博というのを12月末にやるんですけど、まあ、以前もやったんですねそれはかなり再生数もありましたし盛り上がりましたなのでもねそ,れあそうですそうですなんであのでカフェでやるのは素人だけど実は因縁の月一の興行とか 因縁がどんどん育ってって出たい人が増えたってなったら基本インフルエンサーですあじゃあ全部流すわけじゃないですか、ね、おっしゃる通りですんなんで基本インフルエンサーですインフルエンサー確かに有名になりたいっていうイ,イメージずっとあるから <laughs>、はい、やりたい人いっぱいいるんでしょうねありがとうございますあ炎上万博よりなんですね因縁っていうのは、はい、そうですねわかりましたちょっと安心しましたありがとうございますはいわかりましたじゃああの 時間も経ちましたので一声というかねアピールをしていただきましょう、えー、飯田さんラストステイトメントですはい今回の事業僕はかなり自信持ってあのー、まあいろんな人にヒアリングして僕が10%で頑張りながら元のお金を返済してあの必ず儲けさせようと頑張ってまいりますのでその後はもう夢一緒に見れたらと思いますビッグ IP 一緒に育てていけたらと思いますよろしくお願いしますはいありがとうございました。 では、今日は普通に、順番にね、最終決断入ってまいります。もう一回改めて整理しますけれども、えっと、彼の希望金額は4000万なんですが、これ、一口100万円ということで乗っていただけるかどうかという世界です。何口でも結構です。で、4000万まで満たなかった時には、残りの金額をどこかから必ず資金調達して、そこが分かった時点で、初めて皆さんからお金を得ると。 いう条件をご自身からつけられましたのでそのもとで判断をしてくださいでは最終あどうぞあごめんなさいちょっといいですか、はい、あのさっき株式の話が出てたと思うんですけど、はい、100万円一口でその一口に対する株式ってのは何パーセントになるんですか 1%, 1ですトもらえるんですね、はい、で返済までは<に>あの利益分配はトになります、うん、いわゆる株式として持てるのは1%で<あ> 1> あの返済までは2パーセントあっ現金のリターンを得るまではそうです利益の2パーずつそうです これは月ですか年一応800万の運用費を除いて月で考えてますあわかりましたすみませんそこはちょっとまだ設計中なんですがそんなに長い期間で考えるつもりはありません2%なんで4000万ってことは40口なので全部もし1人が出したら80%ってことですね返済までは80%を渡しますで残りのテンパテンパを飯田さんと DJ 社長でっていうことらしいですい、かりました飯田の発言 虎の面々膠着状態が続く中物語は最終局面へと突入する迎えるファイナルジャッジ虎たちが導き出す答えとはではこれより最終決断に入ってまいります。 まあちょっと全然楽しそうだなと思うんですけどまだ信頼関係がっていうかですねあの構築できてないので今回はじゃあ100万円出しますありがとうございます、はい、じゃあ一口100万円乗っていただきましたまた必要に応じてよろしくお願しありがとうございますはいでは桑田社長俺もねトーンハッピーぶっ飛ばそうと思ってたんだよね100万円ありがとうございます <laughs> 俺とやろうよ <laughs> ろう,うるさいからなこの2人本当に <laughs> いつもツッコミ大変なんだよ桑田ちはもう一口乗っていただきました七恵ママはいかがでしょうかはいそうですねいろいろ悩んでたんですけどもじゃあ私もちょっと一口はいはい七恵ママからも一口乗っていただきましたまあでも因縁の試合面白そうだなと思ってはい私も出ようかな あ、それマジっすかやめてくださいよママ、やめて A ラウトが足りないから、ラウンドガールで大丈夫です<ー>誰と戦うのか教えてほしいなあテンチームとテンチとラウンドガールいいじゃないですかはい、ではトマピー500万五百万円出しますありがとうございますあの非常に飯田さん向きの授業だと思います なんか、いろんな人と仲良くなって、その人たちを掛け算するっていうのが最も得意なんじゃないかなって、いろいろスマートな方ですけど、そこが最も強いんじゃないかなと思うんで、で、まあ映像配信ももちろん得意ですし、かなり飯田さん向きで、トレンド的にもしかも需要が高いと思うんで。ありがとうございます。はい。500万円出します。はい。えト、ー、マッピーからは極口でした。では最後、林、はい、社長お願いします。はい。ちょっと、やりとりしてて、ちょっと、 なんかなって思ったんで、今回は500万円で。<笑><笑>気持ちだけ。いや、さすがの僕もちょっと騙されましたよ <laughs> はい。はい。えっと、林 <laughs> さんからも、えっ、ー、と、5口ですね、はいえー。ということで、えっ、ー、と、改めて、えー、細井さん1口、桑田さん1口、七山は1口、えー、そして、ともハッピー5口と林さん5口で合計13口1300万まで、えー、到達しました。 でもよく考えたら4000万のうちの1300万なんで残り2700万を飯田さん調達しなきゃいけないことありましたよはい、はい、頑張ります自信はいかがですかまあそうですねあの、まあ、前職では5億円以上のお金を調達してますので、まあ、いろんな人の力を借りながらですが、まあ、ちょっと頑張ってやっていきたいと思いますあとクラウドファンディングもあのやろうと思ってますのでそこもちょっとご協力お願いします。皆さんはい ではあの番組としてもこの後の飯田さんをしっかり追っかけて2700万円がちゃんと調達できたのかどうかを確認してから皆さんにフィードバックしますね。ちょっっとおお時間ある時お食事でも行って 信頼関係作れればと思いますありがとうございますいかねえよなんで因縁俺の飯にね言いたくる飯食いたくないけどねじゃあちょっと因縁ってことでそうだね覚悟だなはぁ白くなってんな覚悟あんのかって話おお、そうだよそれぐらいで来いよマジだなマジでなんか温度感おかしいんだっていや本当にすいませんちょっとあんまりすいませんありがとうございます因縁をつける人じゃないすいませんちょっとありがとうございます マアスカラーのスーツで来てなんかね。それもおかしい。モリがあるから。モリがあるって話。やれ T ャツぐらい。モリがあるんだもんね。すみません。なんだよ。はい。ありがとうございます。あの五百万円で嘘ついたら一千万円もらえる権利をはい変えてお得だなっていう冗談ですよ。はい。ありがとうございます。頑張りましょう。楽しみです。お願いいたします。ビッグ IP 作ってください。はい。ありがとうございます。頑張ります。小田さんとご飯行きたいですよ。お願いします。ありがとうございます。頂戴いたします。 はいいじゃああそのままお座ってください、はい、さ飯田さん、えーはい、こういう結果になりましたけれども、はい、今日の感想をどうぞもう本当にこれ、いけるとかなりまあいろんな壁を乗り越えて確信に変わっているので書いてた時よりも4000万集めてあのまあみんなに返した後たっぷり僕も稼いで一緒に夢見たいと思っておりますのであの幸せにします。 皆さんが出していただいたわけですから応援しましょうね頑張っださい。いはい、はい、因縁をぶつけ合う2人が一線を交えるリング飯田が見据える新しい未来に対して虎たちが1300万円の札束を動かす今宵のタイガーファンディングはオールイン残りの資金を調達し因縁を解決する場を生み出せるかその挑戦は 続報ありがとうございまでいやー因縁はい、1300万集まりましたんで残り2700万円はい、残りお金集めなきゃいけないですけどねはい、頑張って集めますのであの皆さんねあの多分概要欄に載ってると思うんであるいは僕のツイッターの DM とかで連絡いただければ残りししのお話をさせていただければと思います社長も頑張りましょう いいやいやそれ好きやな <laughs> <laughs> はいということでねあの海外にいる時は社長なかなか来れないかもしれないですけど12月の炎上万博とか大きいマッチとかそういったところで協力いただけると思いますのでよろしくお願いしますこの因縁で勝ち上がった人が炎上万博に出れるってことそうですいいねお願いします炎上万博盛り上がりますよ丸もよろしく早く寝ろお前ら <laughs> 何時ゃと思っとんねん本当だよ今生放送を撮ってますえ、ののの何ですかこれ 令和の虎、令和の虎に出て、あの因縁で。誰の。俺の因縁で。誰と全然わかっとない。後で話そう。後で話そとりあえず頑張りましょう。頑張りましょう。せーの。頑張ろう。女性側からすると、このシステムって、ものすごく嬉しいわけですよ。 <laughs> なんで僕に行くですか <laughs> 冷めちゃうんじゃないのみたいなまた新しい方に目が行きやすいんじゃないかなって仲間と繋がれるトラと繋がれるもちろん主催とも繋がれる令和のドランワンクラブ入会はこちらから